半沢直樹シリーズ銀翼のイカロス銀翼のイカロスは池江戸順による日本の経済小説経済専門雑誌週刊ダイヤモンドにて2013年5月18日号から2014年4月5日号まで連載され2014年7月28日に単行本化2017年9月5日に文春文庫より文庫化2019年12月13日に 講談社文庫より、半沢直樹4銀翼のイカロスに、傀儡の上文庫化された。俺たちバブル入校組から始まる半沢直樹シリーズの第4作目で、主人公の半沢が、子会社、東京セントラル証券から東京中央銀行に復帰して、以降の物語。家族要素のエピソードは描かれていない作品は、前作、ロスジェネの逆襲と本作のみである。 本作は2020年7月19日より TBS 系列で放送されたテレビドラマ《半沢直樹》の第2部の原作にあたる。オーディブルにてオーディオブックが他の半沢直樹シリーズ期間と共に2018年9月14日より吉田健太郎の朗読で配信された。 以前より経営が悪化していた大手航空会社の帝国航空は業績悪化によって二度にわたり再建計画の下方修正を行うが業績回復の兆しが見られず時の政権与党、県民党がようやく重い腰を上げて帝国航空経営改善のための有識者会議を発足させ同社の再建計画を練っていたが計画は一向にまとまらずにいた 帝国航空に対し700億円超えの融資をしている純主力銀行である東京中央銀行では不良再建融資先の再建管理を審査部が担当していたが県民党と同様に帝国航空の再建計画がまとまる気配がなかったこのまま帝国航空の業績悪化が続くと経営破綻し再建回収が困難になることを懸念した中野渡り東取は 役員会で営業第二部部長の内藤博士を通じて過去に伊勢島ホテルの再建実績がある半沢に対し帝国航空修正再建案のフォローをするよう同社の再建担当に任命する。審査部は QT の旗頭である常務取締役,役の木本平八、その部下で同じく QT の審査部次長である曽根崎祐也が帝国航空を QT 時代より 長年担当しており、QS の公員が多数を占める営業第2部への担当外を、はしご外しとみなし心よく思っていなかった。一方、帝国航空では、社長の神谷岩尾、財務部長の山急等の両名は、利益よりも大義を優先するあまり、今回起きている経営危機に対する危機感が希薄であった。曽根崎が、 帝国航空となれ合いの関係を続けていたことを知った半沢は、毅然とした態度で挑み、このままでは追加融資ができないこと、大義よりも利益を優先するべきであることを伝えた上で、地に足のついた抜本的なリストラや赤字路線の廃止を含めた経営再建案を掲示し、後がないと認識した帝国航空は渋々ながらも、半沢の再建案を受け入れる。しかし時を、 同じくして県民党から進む政党への政権交代が起き、新たに国土交通大臣に就任した進む政党の白井明子によって帝国航空の再建案は白紙撤回され、諮問機関帝国航空再生タスクフォースが立ち上げられる。タスクフォースのリーダーで腕利きの弁護士でもある野原翔太は経営再建案として帝国航空に融資している。 全金融機関に対して一律7割の債権放棄を求める。銀行にとって不利益でしかなく経営再建を正しく行うべきだと半沢は要求を拒絶するが常務である。基本はなぜか受け入れることを前提に校内で話を進めていた。進む政党の重鎮議員である美野刑事からの後ろ盾を得ていた白井は 政権交代による進む政党のイメージ戦略のために帝国航空の経営危機器を利用しており野原は弁護士として名を挙げることを目論んでいた。それぞれの思惑が飛び交う中、半沢は帝国航空の再建担当として校内の基本のみならず進む政党、タスクフォースという巨大な敵と真っ向から対立することとなる。だが、その裏には 合併前の旧東京第一銀行に金する東京中央銀行の社会的信頼に関わる驚愕の事実が隠されていた。10年前に東京第一銀行と産業中央銀行が合併してできた大手銀行。今なお出身銀行ごとに派閥があり、東京第一出身者を QT、産業中央出身者を QS と呼び、 出世のための人脈づくりが活発に行われている。経営危機に陥った大手航空会社。業績悪化によりすでに二度再建計画の下方修正を行っている。政府系金融機関で帝国航空のメインバンク。衆院選での勝利により政権与党となった政党。白井大臣が立ち上げた帝国航空の企業再生のための諮問機関。ありがとうございます。